クワガタムシ、クワガタムシ、クワガタムシとは、高注目、クワガタムシ科に属する大きな顎を持つ昆虫のことである。世界では約1500種類が知られていて、最大の種類は体長 120mm に達する。カブトムシと並んで子供から大人まで人気の高い昆虫である。クワガタムシの成虫は比較的飼育しやすいことから、 古くからペットとしての扱いが一般化していたが、近年では、開拓による生息地域の減少や、大クワガタなどの採集、飼育ブームの加熱、外国産クワガタムシの輸入解禁により、様々な環境問題及び、社会問題が発生している。加盟の和名であるクワガタムシとは、少なからぬ、種のオス生虫が持つ巨大な大アゴが、 平安時代以降の武将が戦闘の際に被っていた、カブトについている、クワガタに似ていることに由来する俗称であり、そのような大顎を持つ、カブト虫の総称である。英語では、スタック・ビトルと表現され、スタックは、オジカ、ビトルは、甲虫を意味し、フランス語では、サーフ・ビラントと表現され、サーフは、鹿、ビラントは、飛ぶを意味している。 どちらもクワガタムシの大顎を鹿の角になぞらえたものである。また、他のヨーロッパの諸言語、韓国語においても同様に鹿の角が由来の呼称が使われている。中国語では、と表現され、日本語に近い。東南アジアが全体の2、3の種類が生息している分布の中心であり、熱帯アフリカがこれに準じる。 東南アジア周辺のオセアニアやインド方面にも多い。ヨーロッパや北米では種類数が少ないが南米に大型種が見当たらない。日本列島では39種が分布している薬島ニクワガタを独立種として、さらにマグソクワガタをクワガタムシ化として認めた場合、日本列島のクワガタムシはほとんどが黒または赤みがかった黒であり、 地味な印象がある。離島の多い日本では、広範囲にわたって分布し、各島で足を要するものも多く、平田クワガタなどは、日本列島だけでも12もの種で構成されている。九州島には、九州姫オ,オクワガタ、おクワガタの各種が固有に生息している。ただし、標高の高い地域にしか生息できない、ルリクワガタ族やツヤハダクワガタでは、事情が違い、 ドリクワガタ属では、ドリクワガタは、本州島、四国島、九州島と全般的に生息するものの、それ以外で、東北地方にコルリクワガタ、関東地方から、甲信越地方にかけて、東海コルリクワガタ、アシュ、中部地方西部から、近畿地方にかけて、近畿コルリクワガタ、アシュ、瀬戸内地方に、ニセコルリクワガタ、甲信地方に、ホソツヤルリクワガタ、 四国島と九州島の一部に南コルリクワガタ、アシュと分布域ごとにアシュに分化しており、ツヤハダクワガタのアシュでも似たような分布を示している。全体的な分布としてはやはり南寄りで、本土に広く分布するものの中でも平田クワガタ、ネブトクワガタ、ルリクワガタ族などは、北海道島には分布しない。逆に南方の離島には種、アシュともに固有種が多数生息している。 また、チビクワガタ族は、南の離島にもともと多いが、本土では、天敵が少ないためか、やや増加傾向にあると考えられる。本州島南方の島では、伊豆諸島の八丈島に固有種が多く、独立種、八丈の小切クワガタと、八丈小クワガタ、八丈平田クワガタ、八丈根太クワガタの固有種、スジクワガタ、チビクワガタが生息している。 一方、八丈島以北の島は、本土のものとあまり変わらず、伊豆大島から三宅島にかけての泉山クワガタ、アシュの他には、三倉島、神津島の極めて特殊な生態の三倉宮山クワガタ、くらいで、本土のものと特にアシュが分かれず分布しているものもある。その先の小笠原諸島には、小笠原ネブトクワガタ、小笠原チビクワガタが生息するが、大型種は見られない。 津島のクワガタムシは、日本列島よりも朝鮮半島との関係が強い。朝鮮半島に広く生息する朝鮮平田クワガタ、金黄にクワガタのほか、平田クワガタの亜種、津島平田クワガタが津島にも生息しているといった状況である。周辺の離島にも五島平田クワガタ、行平田クワガタという亜種が点在している。日本付近でクワガタムシが最も栄えているのは、 南西諸島である。薬島に、薬島国クワガタ、薬島筋クワガタ、薬島鬼クワガタ、薬島マダラクワガタの特産アシュアシュ、その周辺の三島列島用島特地の営業部島に、ノコギリクワガタニアシュ、トカラ列島に、トカラノコギリクワガタ、トカラ国ワガタの特産アシュとトカラ、ガジャ島、中野島のネブトクワガタ3アシュ、アモミ群島には、 アマミシカクワガタやスジブトヒラタクワガタ、さらには、イナンのアマミ大島、トクノ島、沖ノエラブ島、沖縄本島、ヨナグニ島など、多数の島々に、マルバネクワガタ族4種2アッシュや、ヒラタクワガタ6アッシュ、ミヤマクワガタ1アッシュ、琉球の小切クワガタ5アッシュ、木アッシュ含む、アマミコクワガタ4アッシュ、木アッシュ含む、ネブトクワガタ6アッシュが集中している。トクノ島には、 ヤマトサビクワガタが生息する。その他には、大東諸島には、平田クワガタの足と大東豆クワガタが、伊王島には、フィシュコリスマメクワガタが生息している。クワガタムシは、卵幼虫さなぎ成虫という一生を送る、完全変態の昆虫である。そうじてその生活を森林に依存し、幼虫は樹木をはじめとする。 何らかの腰植物体を接触して成長するため、カミキリムシ、タマムシ、ゾウムシ、キクイムシ、一部ブコガネムシなどとまとめて、食材成功中と類別されることもある。成虫は、一般に、夜行性のものが多く、東下にも飛来するが、ルリクワガタ類や、ヒメオオクワガタのように、冷涼な高緯度地方や高い標高の地域に、生息するものでは、日中活動するものもいる。 成虫の食物は、大型種では、丸羽クワガタ属などを除くと、樹液や腐敗した果実などのように糖分とそこに、繁殖した、酵母菌を多く含む餌に集まる種が多い。こうした食物に集まる大型種を含む、系統群、タクソン自体が、このようなパッチ状に点在する餌資源を、死有の出会いの場とすることでオスによるメスをめぐる激しい、資源防衛、メス自身、 あるいはメスのやってくる餌場の独占のための闘争行動を行うグループとして進化したと考えられ、これによって闘争の武器になる体の大型かオスの大顎の頂戴かといった一連の形態の進化が生じと考えられている。さらにこうした繁殖戦略を持つクワガタムシでは闘争による資源防衛の成功率が高くなるためには巨大な体育が必要となるが、 これを形成するのに必要な成長量が、幼虫時代に保できなかったオスでも、小柄で身軽な体を活かして、餌場の周辺を資源防衛の勝者の目につかないように、うろつき、餌場の主が気がつく前にやってきたメスにアプローチして、交尾に成功する性質も同に進化した。つまり、オスの繁殖戦略自体が成長の履歴や自らの、置かれた相対的な状況に応じて切り替えられるように、 なっているのである。これらのクワガタムシのオスが、しばしば個体によって体の大きさに大きな変異があり、それに連動して、大顎の形態にも大きな変異が生じる性質は、この行動上の繁殖戦略が形態面に反映したものと考えられている。こうした資源防衛戦略による大型化は、複数のタクソンで複数改正したと考えられており、例えば同じ。 クワガタムシ科の中でもオ,オクワガタ族やノコギリクワガタ族などを含むタクソンとミヤマクワガタ族などを含むタクソンは互いに独立にこの性質を獲得したと推測されているこのような植生のクワガタムシは飼育下では昆虫ゼリーといわれる専用の人工餌が開発市販されているのでこれを与えるのが便利であるまたリンゴやバナナを与えても良い他に 新芽や若枝に集まって、大顎で傷をつけて出てきた汁を吸う者、一生口気の中で過ごし、旧木内の他の昆虫を捕食している者、成虫になってからの接触活動、誤食をほとんどしない者も,も知られている。幼虫は、同じ小金虫状科に属する、小金虫科の幼虫に似ているが、ほとんどの小金虫状科の幼虫では微節に開く、肛門が横に裂けて、 排泄時には上下に開くのに対し、クワガタムシカの場合には、肛門は縦に裂けて、排泄時には左右に開き、この左右に座りだこ状の突起があるため区別できる。また、コガネムシカの幼虫は、腐食度などの比較的壊れた植物繊維質の餌を好むが、クワガタムシカの場合には、繊維質の残っている固めの餌を好む、自己参照。 幼虫期間は2年のものが多いが、飼育下では栄養素が高濃度で供給されるため、1年程度で成虫になる種類も多い。オクワガタ、ノコギリクワガタ、ドリクワガタ類などでは夏引く秋に産卵されたものは、幼虫で1年目の冬を越し、翌年の秋に浮かして成虫になり、そのままサナギ室内で越冬する。低温でじっくり幼虫に餌を食べさせた方が、 大型個体になりやすいと信じられている。餌は、幼虫では、木材が普及した朽ち木などの腐食質であるが、食性は大きく白色普及、白くされ在色、褐色普及、赤くされ在色、南普及在色、黒くされ、白ありによって生成した腐食食の4タイプに大別される。白色普及在色を獲得したタクソンは、 比較的新しく現れたものであるが、最も資源量が多いタイプの朽ちを餌としており、地球上で最も繁栄しているグループである。大クワガタ族やノコギリクワガタ族などが含まれる。タクソンで近年のクワガタムシ飼育ブームでも主要な対象種になっているものはこれに含まれものが多い。古い型のクワガタムシでも金色クワガタ族などのように、一部、 この性質を獲得しているタクソンが散見される。木材粉砕物と栄養添加物を混合して瓶に詰め、水蒸気で高温高圧滅菌して、その中でキノコの菌糸を純粋培養した、いわゆる菌糸瓶による飼育の対象となるのは、この方のクワガタムシである。大クワガタのように比較的乾燥した硬い口木を好むものや、平たクワガタやノコギリクワガタのように湿り気の多い、 場合によっては、枯れ木の根株の地下部のような土壌中に埋没した部分を無物まで様々な環境を好むのものが分化している。褐色不及材色のクワガタムシは、マダラクワガタ属など古い型のクワガタムシに多い。白色不及材色のクワガタムシの幼虫が褐色不及材も問題なく、食物にできるのに対し、褐色不及材色のクワガタムシの幼虫は、 白色普及剤から栄養を摂取する、生理的能力を持たないことが知られていい。南普及剤食のクワガタムシは、ミヤマクワガタ族、ツヤクワガタ族、マルバネクワガタ族などに多く、これらの種の幼虫は、不食質を多く含む途中に住む。白アリ食害不食食のクワガタムシとしては、ネブトクワガタ族などが知られ、これらの種の幼虫は、白アリの接触によって分解が進み、 窒素化合物などの栄養素が濃縮された土壌の口器を餌取る。幼虫の都市期は三例までで、この段階で十分接触して成長すると、さなぎ室と呼ばれる部屋を作って体色が濃くなり、動かなくなる、全養状態になり、脱皮によって、さなぎになる。ここからさらに、もう一度脱皮、浮かして成虫になるが、浮かしたての成虫には色がついておらず、 特に大顎の根元や全子は色づき硬化するのに時間がかかる。多くの昆虫と同様、この効果は、機能効果と呼ばれる酵素反応で、外骨格を構成するキッチンからなるシートに大量に埋め込まれたタンパク質分子が相互にハイドロキノンと反応して加強され、これによって物理的に硬くなると同時に褐色に着色する。同時にハイドロキノンからはメラニン色素も合成され、 色は、さらに濃くなる。野生動物では、多くの鳥類のほか、猫、タヌキ、イタチ、各種月詩類、ヒキガエル等が、成虫の捕食者として挙げられる。南米や、東南アジア、アフリカ等の熱帯雨林ではこれに、各種の猿が加わる。幼虫は、馬のお鉢、赤筋土鉢といった寄生鉢の獲物となり、黄オ金オブリの成虫、幼虫、米き虫、 平らたブの幼虫等に捕食される。各種菌類に侵され死亡する例も多い。ハンド化した腐食室内に住んでいる場合は、モグラも脅威である。逆に立ち枯れに先行しているオオクワガタ等は、コゲラ、アオゲラをはじめとする、キツツキの常食の一つになっている。また、生息環境破壊者という点から、またその場所にもともといない虫のっぱなし虫や常識の範囲を超えた。 乱獲採集、過激な財割り採集による生息地の破壊の面からも人間は重大な天敵となっている。頭部、胸部、腹部に分けられるのが背面から見た場合、しばしば全胸生いたが、胸部に、胸子の部分が腹部に該当すると誤解されるが、全胸とは胸部の一部分であり、中胸、後胸、腹部が羽の下にあることは、腹面から見ればわかる。 大顎は、クワガタムシの最大の特徴でもある。これはもともと採食機関としてほぼすべての昆虫にある、ものが闘争用に発達したものである。餌場やメスの取り合いにおいて使用されると考えられている。飼育下においては、闘争心の高い種などでは、目の前の動く物体をすべて攻撃対象とみなしてしまうことがよくあり。 大顎の間で木片を動かしてやれば挟むし、メスさえも死に追いやることが稀ではない。そのためそのような種では、ペアリングの際には注意を要する。オークワガタ族のものは、大顎の力が強いことが知られているが、それよりも奇抜な大顎を持つチリクワガタ族はあまり力が強くなく、ダーウィンには過剰適応の例とされた。一般に普及度の低い口気に散乱する種類の方が、力が、 強いようである。大顎は、中空で、構造力学的に理にかなった形をしているが、カラス、アオバズク、ネコ等に襲われたノコギリクワガタやミヤマアガタは、しばしば大顎を折られている。コクワガタやヒメオオクワガタの大型個体も、大顎の片方、あるいは両方を欠損している個体が時折見られる。派生的な新生クワガタ族、トゥルールカナイデイグループでは、成虫は、 性的二なりの顕著なものが多く、通常メスよりもオスが大きい。オスでは発達した大顎を持つ種類が多く、大顎の形状も分類上の重要なポイントとなっている。比して、メスでは、ほとんどの種が黒っぽく同じような外観をしている。背中に模様のある派手な種ではメスにも全く同じ模様とは、限らないもの持つものもあり、識別が多少簡単にはなるが、 それ以外の大勢では、頭立ての形状や、前肢の天国の深さなどで判断し、オスに比べてとても難しいことは言うまでもない。多くの原始的な種は小型であり、性的不たなりが見られない、または弱い種類が多い。このような種では、他のオスだとわかる明確な指標のない多くの、甲虫類と同じように、雌有の判別がすぐにできないこともある。一方で、 比較的原始的と考えられるグループでも、虹色クワ型やチリクワ型のように、性的ふたなりがはっきりしているグループも存在する。性的ふたなりのはっきりしているグループでは、同種のオスカンにでも、大顎の形状や体のサイズに大きな変異、バリエーションが見られる。これらの違いは、主に幼虫時代の栄養状態や環境条件によって生じるが、 遺伝的な要素も関与することが知られている。東京大学大学院総合文化研究科の小沢高根、岡田康和、大田区西らによって2016年12月13日、カブトムシなどの昆虫の武器の大きさが環境に応じて変化する仕組みが発表され、その発表によると個体の差を生み出す仕組みの一つとして同一ゲノム情報を持つ細胞に エピゲノムという機構が様々な個性を与えるという、同研究では武器を持つ甲虫、大津の国主ともどきをモデルとして、幼虫児の栄養によって大きく影響を受ける、大顎のサイズが、エピゲノムに関わる因子によって、どのように制御されていくかを調べた。大顎の形状に関しては、便宜的になどと分けられる。大型のものが人気があるが、すべての型を標本箱に並べて、 変異を楽しむことも多い。すべての種に、これらの方のすべてが見られるわけではない。もちろん、大顎の発達があまりない種では変異もないし、大クワガタ族でも変異が、連続的であり劇的な違いは見られないが、身近なクワガタで言えば、ノコギリクワガタがよく知られる。長歯型では強く湾曲する大顎は、腹歯型では直線上で短く、内歯も目立たなくなる。なお、 この類の用語はきちんと定義された学術用語ではないため、愛好家によって違う変異の体系に使われているとがあると記しておく。また、全体の大きさと大顎の形とは、必ずしも対応しない場合があり、艶クワガタ族や一部のノコギリクワガタ族にこの傾向が見られる。大顎の向かい合う方向に生えている突起をないしと言い、先端部分を外視という。 根元から数えて第一内場、第二内場と呼ぶ。内葉の数、位置、形状は重要な種の識別要素である。足、または足は、前凶、中凶、公共に各一水追へ、根元から、季節、転節、大節、形節、節、節、節節,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 節に分けられる。桃節の根元の体との接続部分を転節、転節のついている一番根元の関節を元節という。 飼育下では、武士がよく取れるため、慌てる飼育初心者も多いが、出血の恐れもなく、また足が6本もあるので1本くらい取れただけでは、大きな支障はないが、転倒した際に起き上がることが困難になるので、全く支障がないとは言い切れない。ただ標本としての価値が下がるため、標本収集を目的とするものは採集したものを、武士が取れるのを嫌い、持ち帰って飼育せずそのまま、 サクサンエチルで殺すことも多い。生態でも通常より値段は下がるため、主に類大飼育を目的とするものは、種親の血管を気にせず購入するが、血管箇所によっては、尾や産卵に支障をきたす場合があるため、注意が必要である。羽は、他の甲虫類同様、前種は硬化し柔らかい部分を守る働きもしている。鞘のように、公共、腹部や甲肢を覆っているため、 植えばね、上司あるいは上司とも言う。飛行時には前種を開き、講師に血液を通し広げて飛ぶが、大型種の場合飛ぶのはしごく不器用で、また柔らかい部分が剥き出しになるため鳥に狙われやすい。あまり飛ばない種も多く、小規模な当初に住む種や丸型クワ型族の中には、講師が退化したり、飛翔能力を失ったりした種もいる。このような種は、東下や、 バナナトラップなどに集まりにくいため、ルッキングでの採集が基本となる。飛行後、講子をうまく畳めなくなってしまい、前肢からはみ出た状態になったり、前肢自体がきちんと閉まらなくなることがある。これは飼育下で、狭いケースに入れられたクワガタムシが飛ぼうとした時にも起こりやすく、この場合、講子が何かに引っかかって状態が悪化することがよく、ある。その他の期間については、 後期は、多くの種では、小額のゲイリアと、下唇のパリガロスさがブラシ状になっており、樹液や傷んだ果実のような半液状の餌を摂取、するのに適している。ブラシ状のコアゴは、下唇も飛ぶしに収納することができ、樹液や化液を吸うときは、左右に動く。また、多くの種では、メスのオオアゴが、咀嚼機能を失っていないため、植物の茎や、 果実の表面に傷をつけて汁をすり、小昆虫を捕食して、動物性タンパク質を摂取したりする。これに対し、チビクワガタ族やツノヒョウタイクワガタ族のように小型で、集団生活をするグループでは、死ユいずれも、咀嚼型の好期を有し、昆虫等の動物質を主な餌とすることが知られている。触覚は、基本的に十節に分かれ、根元から数えて、 第一節は長く、第二節との間で曲げることができる。これが、クワガタムシカトタノドガを識別する要素の一つになっている。日本列島には13属46種55足のクワガタムシが生息している。分類学の始まったヨーロッパでは、大型種はヨーロッパミヤマクワガタだけで、あとはパラレリピペルソウクワガタのような小型種が多い。 ヨーロッパミヤマクワガタの属するミヤマクワガタ属、ルコネスは、クワガタムシカの学名、ルカナイデイにも使われており、大航海時代に発見された海外の種はすべて、ルコネス属に入れられていい。以下の分類は、2006年にスミスによって発表された、クワガタムシカ全体を4に赤に分ける分類に従う。クワガタムシを対象にした最終には、以下のものがある。 それぞれ有効な種、有効でない種があり、目標とする種によって使い分ける。それぞれの採集方法の詳しい解説はトラップを参照のこと。ホームセンターやデパートなどで売っていることがある。専門店に行けば割高だが質が高い用品を手に入れることができる。クワガタムシはカブトムシと共に最も人気のある昆虫の一つである。一昔前には 定期的に手入れされた里山の雑木林には普通に見られた。木を蹴るとクワガタムシが驚いて足を縮めてぎしらッカする性質を利用して採集をしていたというのは有名な話である。子供たちはクワガタムシに指を大顎で挟ませて我慢比べをしたり昆虫相撲をさせたりと親しんでいた。こうして最近までクワガタムシは アマチュアの収集家や研究家は多かったものの、プロの研究者はほとんどおらず、十分マニュアル化された飼育繁殖技術はほとんどない状態であった。1986年に月刊虫のオークワ型特集号に詳しい採集方法や類代飼育法が公開された。それまで一般には謎の昆虫だったオクワ型は商業目的による乱獲も進んだ。 当時公的機関の研究者は、外中でも、液中でもなかったクワガタの飼育方法を知る者は、ほとんどいなかったが、大クワガタの類大飼育技術を、アマチュア研究家の小島博士が、月刊虫で公開しけ、1996年に著書、クワガタ虫飼育のスーパーテクニックで、日本産の主な種の繁殖飼育技術を公開したため、子供の頃クワガタ虫に親しんだ世代を中心に、 大桑型のみならずクワガタ体の飼育ブームが起きた。特に、大桑型は、成虫の見栄えが良い大型種であるが、乱獲により、野外での採集が困難になっており、希少性が高かったこと、飼育技法の公開により、簡単に飼育下で繁殖可能であることが明らかになったこと、さらに成虫の寿命が長く数年に及び、ペットとしての愛着を持ちやすかったことなどが、 ブームの背景となった。さらに飼育家でいかに見栄えよく大きな成虫を育てるかという競争が起き、ブームをより加熱させた。こうして加熱したブームはより広がりを見せるようになり、様々な種の飼育繁殖を試みる愛好家も増えて、より多様な飼育技術が考案され、また当初は愛好家自ら自作していた飼育資材を製造販売る専門業者も増加するに至った。 こうして以前はハイレベルのアマチュア研究家でなければできなかった類代飼育が初心者でも簡単に楽しめるような環境が形成され現在に至っている。こうした飼育ブームの加熱により一部愛好家の圧力などによってそれまで植物防衛規法によって生態での輸入が禁止されていた海外産のクワガタムシやカブトムシの輸入が解禁され今日では 数多くの海外産のクワガタムシやカブトムシが国内で飼育、繁殖されるに至っている。しかし、問題も多い。様々な政治的判断や妥協で解禁リストに加えられた種の中には農作物に対する害虫となり得る危険が非常に高い種が含まれてしまっており、また日本国内への持ち込みに際して監視の目もあり強くないこともあり、 解禁リストにない種でも平然と店頭で売られている実態もある。また、飼育繁殖された海外産、あるいは国内の他地域産のクワガタムシ、カブトムシが野外っぱなし虫されることにより、日本国内の生物群衆、ひいては生態系の格乱、遺伝子汚染も懸念されている。実際に東南アジアから大量に輸入されるオヒラタクワガタは、 日本在来の平田クワガタとアシュレベルでの相違しかなく、これらの後輩個体と見られるクワガタムシが幾多も見つかっている。これは、モラルの低い愛好家の存在は、もちろんのこと、全くの素人であっても海外種をデパートなどで簡単に入手し、飼育できてしまうがために、このような問題に関する知識に乏しいものが、悪意く、自然に返してやるといった実情も指摘されている。 その他にも海外産の輸入個体に伴って侵入したダニなどのクワガタムシの海外産規制中の国内侵入が確認されていること、海外で保護生物とされて持ち出しが規制されている種の密輸出の問題がじ、海外での逮捕者も出ていることなどの様々な問題が引き起こされている。最近ではゲーム、公中王者、虫キングの流行や形や 大きさの競争の加熱や高額での取引も話題になったが、子供たちに生き物に対する間違った意識を植え付けることになるではないかと、キグス声が多く発せられた。通常海外産のクワガタムシの名前は、例えばフェモラリスツやクワガタであった場合、後の方の俗名を省略し、単にフェモラリスと呼称することが多いが、有名であったり、俗名を省略しても、 十分長いと感じられる名前を持つクワガタムシには愛好家の間でのみ通じる略語が作られることがある。大クワガタ族、ネブトクワガタ族などの黒っぽいクワガタムシを黒虫、虹色クワガタ、金色クワガタ族、細赤クワガタ族などの色彩が派手なクワガタムシを色虫、あや色虫と呼ぶことがある。厳密な定義はないため、各人によって どのグループまで入れるかの考え方が異なる。遺伝学で雑種の N 代目を指す FN は繁殖個体 N 代目という意味になる。繁殖個体はブリードものや新生中などと呼び、それに対して採集された個体はワイルドなどと呼ぶが、時事回例とすることもある。ワイルドから繁殖させた個体は WF1 と表記する。ワイルドではメスの場合自然化で、 すでに交尾を済ませていることが多いため、改めて、ペアリングをする手間が省けるが、浮かしてからどのくらい経ったのかがわからないため、買ってすぐに死んでしまう可能性があるという欠点もあり、専門店では、ブリードものかワイルドかの表示をする。普段別々に飼育している飼友を同じケースに入れ、交尾をさせることを、ペアリングやカップリングという。 私有セットで販売されている商品は、クワガタペアなどの表示がつく。サナギ質の欠陥などで羽化に失敗した個体は、羽化不全と呼ばれ、羽がぐちゃぐちゃになった状態になる。羽化して、すぐ死んでしまう、新生虫も多いが、特に外傷がなければ、通常の個体と変わらず生活をるるのも少なくない。サナギ質が狭く、大顎が曲がってしまうこともある。 これらは成長時の外的な影響によるものであるから、危険とは言えない。その他にも、うか不全ほどではないが、全死にシワができたり、ディンプルと呼ばれる小さな凹み、くぼみができることがある。これらのうか時の事故は一般に、大型個体ほど起こりやすい傾向にある。大顎が太くなったクワガタムシ、主に大クワガタ、平たクワガタは重量感があるとされる。 こうした人気のある形状をしたクワガタムシはよ、形とされる。クワガタムシを大量に飼育し、形の良い成虫の実を選抜して、血統管理をする飼育家も存在し、こうして作られた血統のものは、高値で取引される。大クワガタでは、ノせ YG 血統、決闘、もスペシャル、モリタゴールド、極太丸、松のインセクト血統などがその例である。また、もとスペシャルは、 複眼が発火する、現象ホワイトアイの血統を作ること成功したと言われている。それらの血統は、実際に、ギネス個体が出現したり、微型個体が出現している。ギネスブックとは直接の関係はないが、記録上大顎の先端から尻までの体調が最大であった場合、ギネス個体という、標本にすると体調が減少することが知られている。 ことから、生体は体長に1ミリメートル引くなどと決められることもある。なお、専門雑誌や個人サイトによって基準が異なるので注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。